どうも、ゲイルです。さあ、やっていきましょう。もうこの展開になったらさ、もう4番の木村がもうね、あと1小島がついていけばいいだけなんで、木村と小島パンパーンって、ワンツーフィニッシュを狙うだけです。そして3着ね、これね、樋口さん、ちょっとここだけの話なんですけど、ちょっとね、いらないんですよね。はい、僕も狙っていきますよ。ちょっと樋口さんね、なんかレース見てるとそんな良くないんですよね。となってくると3着、樋口消して全と。なんでもいいですよ、なんでもいい。41パンパン、はい、41パンパンの3着、高いの声、6とか来てくればいいですね。ちょっとここさ、払い選手がさ、めっちゃ人気してたんですよね。あの1番の払い選手が17から 3.4 倍とか売れてて、3連単ね。いや、それはないだろっていう。小倉バンクで払い選手ってちょっと金層やっぱ垂れる傾向あるんで、そうなってくると番手の7の鎌野選手の方がいいかなっていう。はいはい、もうこれ超余裕っすね。後ろ見て、これちょっと17はやりすぎでしょ。71の方が絶対確率に高いんで、そうなってくるとこっからね、最後直線伸びてくると思うね。7がいけいけ、ナイスナイス、おいしょーし、2がなんか来た感じしますけどね。721とかじゃないですかこれ。ここも頼むよ、いいよ、かまし、かましナイス。ちょっとさっきみたいなレースになってるけど、17、さっきみたいなレースになってるけど、これ違うレースですからね。はい、17ナイス、これも3ちぎれたんで、ちょ、これマジで7あるぞ、7ともあるぞ、これ山本健也、山口健也じゃないからな、山本健也選手ですからね、これよろしくお願いします、6番来ないでください、お願いします。やめろよ、おい、来んだよ、おい、おい、5番も来てるよ、おい、よし、よし、よし、7位。これさ、4番の加藤選手、自力ないんですよ。あ、自分で行く足ないんですけど、それでもこの3の昨日さ、ちょっとレース見たでしょ。あの樋口いらないって言ったでしょ。 いらないと思うんだよ、ここも。となってくるとさ、4の、やっぱりさ、自力なくてもさ、まくれると思うんですよ、樋口選手に、俺は。で、1追走できなくても別に5番あるし、ほら、ほら、見たでしょ、これ。完璧やない、井口いらねえんだ、井口。でバックを通過、残り200で3コーナー、4番の小林ラストスパート、3番手から山本強引に仕掛けて前接近、7番の末木、内田はコースを探してインコースへ、4コーナーから直線、番手から5番の江森突き抜けて内田 ASK ゴールイン、捉えました2番の内田 ASK、 あとは3番山本。いやー、ここマジ頼みますよ、原田さん。原田さん、確変中なんですからね、もう1号はもうほぼ確実。そうなってくると3着、もう3着が分からんけど、頼むよ、阿部の後ろについてる山口さん、頼む、マジで3来てるよ。いやー、原家、OK、原家はいい、ゴーゴーゴーついていく、バカ、お、何言ってんの、おい、ゴー、おい、大丈夫、ゴー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 、1号来た、3着、3着、に、頼む、頼む、マジ頼む、マジ、いやこれね、4番すげえ人気なんですよ、菊池さんから。あ、まあ、119期なんでね、まあ、新人でやっぱり強いっていうのあるんですけど、それでもやっぱりね、437これ多分できるよね、うん、まあ437ボックスとこの1ね、2車単、ここワンチャン宮倉さんね、ベテランの域であるんじゃないかなっていう。ベテランでサーブは動きうまいんでね、はい。いやいやいや、うまっ
これね、やっぱ S 級ね、武田くんね、ちょっとね、積極的に先行するので、まあ1からしたらね、もう落ち着いて1号ならラインで行きましょうってことなんですよ。ほら裸逃げでしょ、裸武田の逃げなんで、もうここは1からしたら、まあ落ち着いて後ろ確認してラインで行きますよーでいいんだよ、ラインで行きますよーで行きますよーで落ち着いてラインを連れてかけてお願いだよ青野くん、1号7で本線行きましょうで、3くらいだよ、はい、的中でございましゅー。食い下がっていきまして最後の直線に入ります。門脇がどうやら振り切りそう、その後ろはどうでしょうか。突っ込んできたのは佐野武雄。石原突っ張れ、石原原田番手まくりよろしく、来てるよ2番が原田の番手まくり、番手まくり4はついてけ、3もついてけ、5が3着3が3着どっちだよ、待って4 セーフ OK、 1でしょ今のことを考えてもな、1、4、3でしょ。内側をすくってきます。最後のバックスイッチに入っていますが、5番の前方と1番の木村、1番木村が一歩前と出ました。3番武藤が緩めたところで追いついています。4番の原野が3番手、最後の直線に入ります。1番木村、3番武藤ですけれども、1番の木村が振り切っています。2着どうでしょう。